ザって10回やって。ピザ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 。じゃあ俺たちはヤーデンズ。何のクイズだったのか分かんないけどね。あら、美味しそうなコロッケですね。コロッケ食べてない。やみくもに絡んでるのやめて。チェイツ。チェイツね。いやー、まあ、いっぱいで、ああ、本当ですね。ありがとうございます。ひとりさん、聞いちゃわねばね。どうなんでしょうね。我々ヤーレンズのことを皆さんご存知ですか。ああ、そうだね。ちょっと聞いてほしい。聞いてみてもいいかね。聞いてみて。我々ヤーレンズのこと知ってるよって方、知らないよって方、みんな手挙げる。みんな上がっちゃうから、それは。手挙げるコーナーじゃないからね。まあでもあれだね、涼しくなってきてね。そうだね、もう涼しいね。本当にもう夏も終わって、もうすぐ秋だね。もう秋だけどね。もう秋か。完全に今が秋。完全に秋ね。今でしょ、今でしょ。おざなりになる。おざなりになるやる必要ないけど。ね、秋ですよ。もう10月だもんね、だって。10月か。あ、お前かぼちゃ炊いてる？なんで？かぼちゃかぼちゃ。10月かぼちゃなんで？バカ、ハロウィンじゃん、ハロウィン。炊かないよじゃん。かぼちゃ炊かないんだよ、あれ。黄色だけど。そういう問題じゃないの、ね、そのまんま顔の形でくり抜いてなんかしてるんでしょ、その小箱してるんでしょ。へぇ、じゃあその 中の身はどうしてるの、その食べるとこ。いやー、ね、捨ててんじゃない、俺も知らないけど。もったいな、捨ててんの。まあまあ食用じゃないでしょ、あんなでっかいのは。いやでも食べれるんだったらね、なんか捨てずになんかした方がいいでしょ。まあ確かにね。ユビーン、ユビーン、これは来た、ユビーン、これはいいのが来た、ユビーン、これはもう大金持ちになるチャンス、ユビーン。なんかみんなそれ困ってる、そのくり抜いた後の身を。まあね、だそれをなんとかする会社を立ち上げたり、バカ起業家が。なんだそれ。みんな困ってる、捨てたくないから。年に1回じゃん、需要が。でもいっぱいあるから、それどうしようもないよ、量がいっぱいあるから。で、なんとかするって言ってるけど、そのかぼちゃの身、具体的にどうすんの。倒産だよ、もう。そんな言われたら倒産だよ。倒産じゃない、立ち上げてない。どうすんで、せっかくできた会社を。できてないじゃん。俺たちの従業員はいねえだろ。お前がなんとかしろ、バカしい。かわいそう、本当に。むずいね、せっかくいいとこに目つけたと思ったのに。むずいよ、それは。最初になんかやり出すってすごいんだね。まあやり出すの大変だよね、一番ね。24時間のなんかね、店とか。ああ、やり出すっていうのは大変って大変ね。なんつうの、そういうの。パイオニア。え、パイオニアね。どう、カツオ。パイオニア。発音より高さが気になる。なんでその声高い。嫉妬すんだよ、そっち。やってる、最近。なんでその声高い。英会話やってる、最近。やってそれなの。うん。なんで習ったの。なんで習ったの、高くなるの。パイオニア。最近ね、やってるの。この見た目上さ、なんかさ、こう話しかけるわけよ、外国人に。なんで。いや、なんか話せると思ってんじゃない、みんな。あー、かけてるし。あー、マジか。確かに。なんか首元なんか巻いてるし。今日、俺らも巻いてるの。外した方がいいじゃん。そう、で話しかけられてるね、この前も。ナイスバディの女性に。おナイスバディ。うるさい、うるさい。高いから。やっぱ俺、英語できないからさ、ちょっと困っちゃってね、なんとかしてあげたかったんだけど。まあ確かにそういう時困るよね。そう、まあその場はさ、その人の胸もんでお茶濁したけど。濁せた、それ。お茶濁せた。てか、どっか行っちゃったけど、濁せてないよ。よく捕まんなかったね、それ。いや、だからちょっとやっていこうと思ってね。やってった方がいい。そういうなんか一般教養的な、なんかこう身につけていきたいなと思って。一般教養は本当身につけて頼むわ。何が。頼むわ、本当に。どうしたどうした。お前でもなんか寿司食いに行こうぜって言うからさ、なんかいい寿司屋あんのかなと思ってついてったら、知らない人の葬式会社乗り込むでしょ、今日。やめて、そういうの。確かにな。寿司食うとこじゃないか、そういうの。アロワシャツ着たし、そこじゃない。知らない人の葬式会場って行くもんじゃないから。そんなこと言ったら坊さん言ってんじゃん、毎回毎回。ビジネス。ビジネスなんでしょ。ビジネス。もうやめろよ。高いから。あ、ちょ、見て、そう思い出した、坊さんも。お、何。いや、俺この前ね、地元の葬式に帰ったわけよ、なんかだから。あ、やっぱいいよ、なんで、なんで、なんで。え、いや、話してよ、その話。いや、ここでする話じゃない。え、なんで。全編エロい下ネタの話じゃない。嘘でしょ。じゃあ入り口のテンションおかしすぎるでしょ。聞いてくれよって怒った話だと思って。いや、俺それは間違えた、テンション。なんで。寝てないからね、ちょっとテンション上げていかないとと思って。あ、寝不足なんだ。そう、悪夢じゃん。悪夢最悪だもん、全然寝てない。どんな悪夢。いや、俺が吉田沙保里になってアルソップの CM 出てる。恥ずかしかったな。私もう、やお前がなんか来て目からビームとか出して。違う違う、それ古いやつでしょ。新 CM、 新 CM、 新しいやつ。新しいやつ。どんなの。だから泥棒が鍵穴にピッキングしてるの。開かないなと思って、その鍵穴がズームになったら、俺扮するちっちゃい吉田沙保里が針金ひんばげてる。何なんだろ。もう意味が分かったの。何、世界観。お前扮する吉田沙保里って何なんだろ。何が入ってきたの。一緒に分かる。大変だよ、本当大変。ちょっと漫才しようか。漫才しよう。早く。温まってきたし。温まってきたし。漫才しよう。美容師やりたいからお客さんやって。オッケーオッケー。じゃあどんな感じにしましょう。あの、後ろ3センチぐらい切って、前髪2センチぐらい切って、あと丸坊主にしてください。意味ないじゃん。もういいよ。頑張っちゃう。